レーライン、レーラインによって提唱され、その著書によって遺跡の直線的配置性が世間一般の中を引きつけることとなった。地図を開けば遺跡が一列に並んでいるように見える直線を見つけることはそう難しいことではない。にもかかわらず、レーラインの存在を認める動きは学術的には主流とは言えない。その理由としては、レーラインが実在するならば、 古代の人々がどうしてそのような直線性を持たせたのかが不明であり、さらには存在するかに見えるその直線性は全くの偶然にでも発生するではないかという疑いを拭えないためである。こうした事態について解釈を試みる領域はいくつかあり、次の通りである。例という概念は1921年6月30日、アルフレッド・アトキンスによって提案された。 バートキンスは、イギリス中部のヘレフォードシャー州にあるブレット・オーディンを訪れ、近くにある丘陵が連なる地へと車で出かけた。その時、丘の頂上をつなぐ、小道同士が一直線に繋がっているように見えることに気づき、地図を確かめ、それらの場所が一直線に連なっていることを確認した。彼は後に息子に、この体験をあらゆるものが芝叩くように私の中へ入り込んだと、 語った。これを聞いた人の中には、彼の感じた瞬きというのは、いわゆる神秘的な体験なのだろうといったものもた。しかし、ワトキンスより、以前の1870年9月に、ウィリアム・ヘンリー・ブラックが、ヘレフォードにある、イギリス考古学協会に、バウンダースランドマークス大地に惹かれ、協会と名所旧跡という説を主張していた。その中で、 彼は名所旧石は西ヨーロッパ全域に巨大な地理的な線を描くような位置に存在しているという仮説を立てた。バートキンスが蒸気のように感じたのは彼がこの仮説を読み、それを頭の片隅に置いていたからかもしれない。古代イギリスがもっと深い森に覆われていた頃、村と村はこの直線上の道が織りなすネットワークによって繋がっており、 小高い丘は案内版の役目を果たしていたのではないか、とワトキンスは考えた。目印となる立尺や、塚、人造池などは古代ブリトン人の手によって作られた、もので、ワトキンスはこれらのつながりを、例、妖精の鎖と名付け、綿密に調査すれば、太古の風景を蘇らせることが可能にいると考えた。この考察は1921年9月に、ヘレフォードのウールホープクラブ、 ウルホープクラブ、ヘレフォードシャー州の郷土史、考古学などへの支援団体で公に発表された。ワトキンスの功績は後2882年発行の同クラブ会誌 GH パイパー S に取り上げられ、その中で次のように書かれた。しかし、その後の研究で、ドットという言葉は、道づくりではなく、ねをまっすぐする行為を意味することがわかり、 ドットマンに関する仮説は誤りであることが分かった。バートキンスは自身の考察をアーリー・ブリティッシュ・トラック・ウェイズ、古代英国の軌道路とザ・オールド・ストレート・トラック、古い直線路という本に表した。しかし、考古学学会からは怪奇的な目で見られ、一般にはあまり受け入れられなかった。考古学者、O.G.S. カウフォードは学術師、 アンティクティにこの本の宣伝を掲載することを拒み、これが一般の学者に受け入れられない事態を助長した。学末から否定された後もアトキンスは独自の研究会を組織し地図研究や情報交換を続けたが、その研究はラインが直線になっていないなど、重大な事実誤認が含まれている。2004年ジョン・ブルーノエアは次のように記している。例来演説に対する、 批判的な見方が強い一方で、専門家の中には、ワートキンスと同じ考えを持つ者もいる。巨石文化の研究者であるアレクサンダー・トムは、複数の巨石の配置が直線的かどうかを詳細に検討することで、その巨石群を誰が作り上げたかを推し量ることができるのではないかと提案している。しかし、トムは巨石群の直線的配置に対し、 レーラインという用語を使うことは避けている。西洋人が南ペルーで発見した砂で描かれたナスカの地上絵が巨石群のナス、桁外れに長い直線に関する研究の助けとなっている。ワトキンスの提唱したレーラインの存在は次のような作家たちに取り上げられていった。神秘学者のディオン・フォーチュンは1936年に実著であるザ・ゴート、デュテットゴット、 ヤギヤシの神という小説の中で、レイライン説をいくらか紹介した。大英博物館に所属する二人のイギリス人、ダウザー、ダウジングにより地下水脈や鉱脈を探し当てる探求家、ロバート・ブースビーは、レイラインと地下水脈や地磁気の間には関係があるだろうと予想した。ガイアンダーウッドは、負の水の流れとダウジングに影響を与えるアクアスタットとのの交点が、 聖なる地となるという推論を主張した。彼は二つの線の重なりを聖なる点の上でいくつも発見し、ホーリーラインズ、聖なるラインと名付けた。ナチスドイツの研究者であるビルヘルム・トイトとヨーゼフ・ハインシュラもまた古代の中東民族が聖なる地を結んでできるハイビガリニアンと呼ばれる桁外れに長い直線のネットワークを作り上げたと主張した。トイトは、 ニーダーザクセン州のトイトブルクの森をドイツの中心としてという特定の位置に巨大赤軍配置した。ナチは考古学的あるいは歴史学的な事実とは無関係に古代高度文明とその子孫であるアーリア民族を関連づけ優越性を関連化しようとした。詳細は英語版ナチにおけるオカルト思想を読まれたい。1960年代には まっすぐな線が交差する点があるという考えと世界の様々な地層実的伝統に由来する思想とを関連づけて考えるようになった。1961年、イギリスの発明家トニー・ウェットは、UFO はエネルギーの渦が発生するスポットを目印にしているという説をもとに UFO 現象と霊説を結びつけ、霊ラインという名称を作り出しように広めた。 ニューエージ派の地層学者たちによると、霊ラインを描くことで大地を整えられたり、有志以前の交易路を明らかにすることができると言われている。これらの霊は、ジョン・ミッシェルの著作に見ることができる。彼は、地理的配置に重きを置く風水の考え方に影響を受けていた。ミッシェルは新石器時代の人々は、社会の調和が大地の調和に大きく関わっていると考えていたと考えた。 その例として、中国や古代ギリシャ、アイルランド、スコットランドの人々は、自らの寺院を大地の力が最も強い場所に建てたと主張した。ロスリンにあるロスリン寺院は、テンプル騎士団が大地のエネルギーを調整して作った寺院であった。彼らは、時期的な力の分布を的確に把握した人であったし、彼らの残したものの一つとして、羅針盤が今も残っている。 会議論者の中には、レイラインというものは存在せず、人間の創造の産物だと主張する者も,もいる。バートキンスがレイラインを発見した時期というのは、イギリス地理院が余ガを楽しむ人たちのために地図を発売し、それまでより地図の値段が安くなり、人々が入手しやすくなった時期と重なっていい。そのため、レイラインの存在が人々の間で広く受け入れられた。 次のようなことを主張する者もいる。イギリスや、その他のヨーロッパ諸国では、有志あるいはそれ以前の史跡が高密度に点在しているため、それらを結ぶ直線が引ける、往々にしてそういうものはざわざわ合うように引かれるというのは、ごく当たり前のことであるし、おそらくは単に偶然だと言えるだろう、と。右に示した図は、このテストの目的は、ランダムな点の間にでもおよそ、 正確な線を引くことができるということを示すことだ。ごく自然なこととして、この例ラインというものが人為的でなくとも確率的に発見できるものなのか、それとも確率論を超えた人の意思によって作られたものなのか、これは論議の対象となっている。数学的な考察に関しては、ランダムに配した点がなす直線を参照されたい。例ラインが公益路だとする説に対しては、 山岳や河川があり、水路や橋を必要とする場合は特に、目的地間を結ぶ、直線上の道というのが、必ずしも、理想的な経路を描かない、ということを、会議論者たちは指摘している。地図上を眺めれば、そこにレーラインが浮かび上がってくることは、多くの人が賛同できるだろう。レーラインについて提唱されている、古代の魔術的理論の信奉者、そしてそれに対する、 会議派どちらもが、巨石群や遺跡をつないだ線が見えうるということには、同意している。会議派の多くは、ランダムに点描しても例ラインらしく見える直線が、引けるという意見と、地図上に直線が見えることは矛盾しないし、矛盾しないがゆえにこの直線を別な方法で、説明する必要もなと考えている。混沌魔術師には、この統計学的なアプローチと矛盾しない思想を持ち、 自身の自然発生説と調和が取れていると主張するものがいる。しかし、多くは、上記のような統計学的アプローチは、地図上に見える事実をきちんと説明できなければならないと考えている。詳細な検討は、仮説検定、反証可能性、オッカムのカミソリに詳しい。例ラインという並びの偶然性の真偽を議論する上で、直線、 というものの定義を正確に行うことは有意義だ。ワトキンスの例ラインの正確な定義として一般に受け入れられているものとして、下が挙げられる。ワトキンスはさらに、ラインの偶然性について、例ラインを地図の上で探していく上では、次のことにも十分注意を払わねばならない。1、10万の縮尺の地図上に、幅0.5ミ、mm、リメートルの線を引いたとして、それは、 実寸では幅50メートルの線になるのである。また、引いた線が0.25度ずれたとして、その直線を4.5キロ分、すなわち地図上で4.5センチ伸ばせば、地図上では200メートルずれることになる。例ラインと呼ばれているものは、遺跡が偶然そう見えるように並んだ結果に過ぎないという、例ラインを認める上で否定されなければならない。この仮説を裏付けるために提唱されている。 前述の論は、実のところレイライン説を否定する的確な説だというわけではない。しかし、会議派の人間にランダムに点を打ち直線を引いてみるあのテストに裏付けられた主張は現実に見受けられるレラインの存在の前に否定されてしまうと考えさせるに至ってもいない。会議派の大半は、もし伝説や逸話などではなく物理的な、つまり 知識の存在だとか考古学的な検証だとかが、霊ライン上にあるのであれば、自らの会議的な立場を再考してもいい、と思っている。しかし会議派は、こうした疑う余地のない証拠というものを、霊ラインは持ち合わせていないだろうと考えている。霊ラインについては、幅広い信仰や理論があるが、それらの多くは、反証可能でなく、基本的に科学的な検証方法に則っ,っていない。 中には、レイラインが科学的な根拠を持ち得ると主張する人もいるが、そうした説は大半がレイラインに関心のない人や積極的に否定説を唱える人々の唱えるものである。レイライン説についての検証の中では、レイラインが通る地点のいくつかでは、地時期の影響が平均値よりも強いと言われている。こうした説は、プラセスオブパワー。 力ある場所と、ロードストーンカンピス、チャイニーズ・オア・オルメック・プライマシー、自鉄工のコンパス、中華文明やオルメカ文明の卓越した技術化に詳しい。多くの剣と魔法の世界において世界は、レイラインをわずかな魔力の一分野として扱っている。またレイラインが交差する点においては、魔力は普段より強くなる。この例は、カードゲームであるシリーズの中においても見ることができる。 英語版より楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。